はい、どうも、こんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほど、セレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、なんかすごい追い詰めて 追い詰めても一ノ谷さんが大したことないんじゃないかみたいな。他の証人おらんのかいみたいな。一ノ谷じゃダメじゃんみたいな感じになって、もういよいよもうなんか、じゃあまず捜査パートかなってなったところで、なんか、実は私この証拠があるんだっつって、一ノ谷さんが、この靴を持ってきたんだよ。あ、被害者の靴か。で、まあそれで、そう。さあ、この靴について話そうやってとこで前回終わったんだよな。やっていこうか。証人気づいてましたか？この靴底には血痕があります。これ被害者の靴か。お経をあまり舐めないことだね。お経の靴底に坊やの血痕がこびりつくことになるよ。靴底、確かに血痕がべったり残っていますな。被害者はナイフで刺された。自然なことだと思われるが、一体靴底の血痕が何と矛盾しているというのか。そんな急に渡されても困ります。靴底の血痕が何を表してるか。何と矛盾してるってことはそうだよな。これじゃないもんな。どういうことだこれ。何と矛盾しているというの急に始まっちゃったな。やべえ。でもこれ関係ないしな。胸部の失血死。何と矛盾してんだ 何と矛盾してんのよ。君は？な、書いてるよ、君なんか。違うな。何と矛盾してるってどういうことだ、これ。凶器は剣をナイフ刺した。失血死。まあでも普通に考えて、その被害者が血流す、って刺されて血流したんだら靴底だけにつくわけないよな。っていうことをどうやって伝えればいいんだろう。 普通被害者が刺されて血出たんだとすれば、被害者の靴の上につく血は被害者の血のはずだから。でもこれ確かあれな、上の血があれなんだよね、巴さんなんだよね確か。これがの跡があるということは、当然血だまりのようあれってことになる。血だまりの上を歩い。あ、ここに血だまりがないってことかな。どこがさ、あれだっけ、現場だっけ。あ、でもこれ見る感じさ、剣の車からさ、死体が発見されたっていうことはさ、剣の車付近に、まあ、血だまりがあるだろうって推測できるから、まあ、これでしょう。血だまりないもんな。行こうか。問題は足跡です。足跡。この通り、被害者の靴の底には血痕がはっきり残っています。それならば、現場である車のそばには血の足跡が残るはずです。はあ、しかしこの通り、現場には何の痕跡もない。これは明らかに矛盾しています。異議なしだろう。この写真で見えるのは床の一部。血痕がなかったとは言い切れぬ。異議あるわ。当たり前だろ、そんな甘いんじゃねえよ。もし床に血痕が残っていれば、捜査で嫌でも発見されるはず。僕たちも現場は調べました。しかしそんな血痕はなかった。確かになかったな。血がなかったよな、そもそも。静粛に静粛に静粛に。証人どうなのですか。それは。
さすがなるほどさんです。でも確かに足跡がないのは矛盾してますけどじゃあどうしてないんですか足跡。え、確かに問題は足跡が残っていない理由です。教えてください、なるほどさん。まあ僕は矛盾を見つけるのが得意な人だから。何ですかそれ。なるほどな、そういうことだったか。 なんだ何を納得している。全く厄介な証人だ。最後まで我々を惑わせる。しかしその証言の中にヒントは隠されていたようだ。どういうことですか。思い出していただきたい、被告人を逮捕した時の証言。石鹸図の抵抗はそれは見苦しいものでしたわ。この手を振り払ってドラム缶を蹴り倒してみたり、可愛い顔して割と目標でしたね。冷静な石鹸人にしては妙な行動だと思っていたんだが。確かに。さて証人、一つだけ確認させてもらいたい。そのドラム缶、中は空だったのだろうか。そういうことかい。あんたの根性は気に入らないさ、三剣賢治様。でもやっぱり頭の回転は悪くないようだね。証人、出てってはドラム缶の中には。石鹸児様が倒したドラム缶、水が入っていたよ。水ですか。どういうことだ。まだわからないのかな弁護人。何、洗い流されたとも言うの洗い流されたとでも言うの。まさかそんなクソしょうもないこと言うの。まさか被告人がドラム缶を倒したその本当の理由が。まさかそう、被告人が無理やりドラム缶を倒した理由は一つ。流れねえよそんな簡単に。バカじゃねえの。お前血が流れるところ見たことないけどさ。流れるわけないだろ。その血痕が水バシャーぐらいで流れるわけないだろ。まっすぐ考えて擦らないと落ちないだろ。自らの罪の痕跡である血痕を洗い流すためだったのだ。クソしょうもない。小学生が考えたようなさ、そんなクソしょうもない理由なわけないだろ。とやら完全に答えが出たようです。被害者の靴に残った血痕は被告人と犯行を結びつけています。だったら靴も濡れてるはずだろう。普通に考えて犯行後、犯行の痕跡を消すためドラム缶を倒した。検事様たちの得意技ですもん、証拠の隠滅は。トモさん、確かに右手に怪我をしていた。刺した時手を切った、そう言ってたな確か。靴についたお姉ちゃんの血、やっぱりその時に。とやらこれ以上審議の必要はないようです。なるほどさん、なんとかしてお願い。無理だよ。とやさんは罪を認めてるし、証拠を隠す工作までしている。でもそこまでだ。すでに言葉は必要ない。判決をお願いしよう。わかりました。それではお京さん、警察側の証人だよ。検事の味方なんだよ。ドラム缶に水が入ってたなんて嘘かもしれないじゃない。被告人、宝月智恵に判決を言い渡します。待った。そこの小娘、今なんて言ったのかしら。なんかヒントないの、ドラム缶のやつついてないじゃないの。なるほど、もう探せよ一応。お前も、私ですか。この今日が検事の味方だって。あ、お前が待ったっつったんだ。だってそうじゃないですか。お姉ちゃんが証拠を血痕を消そうとしたなんて。どうやらもう一杯おかわりが欲しいようだね。あ、美味しそう。証拠品という名の鶏そぼろ弁当が。これ誰なんだろうな、墓穴掘るんだろうな。まさか証人、あなたはまだ何か証拠を。
すでに審理は終了した。これ以上の勝手な発言には法廷侮辱罪の適用を要請する。どうせゲロまみれさ、そんな脅しは通用しないよ。これを見るがいいさ。お、この写真は、あの白い靴が本当に被害者のものかどうか、弁護士がケチをつけたら叩きつけようと思っていたのさ。さすが、抜かりがないですな。なるほどさ、見て、この写真のアスファルト。あ、はっきりと濡れているのがわかる。本当だ、濡れてるのかな。今度こそ疑問の余地はありません。事件の起こった直後、現場は水によって洗い流されていた。ごめんなさい、なるお父さん。やっぱり私ダメだったんですね。仕方なかったんだ。最初から分かっていた。それにこの結末は友恵さんが望んだことだ。それ言っちゃダメだろ弁護士が。弁護士がそんな折れ方しちゃダメだろ。最後まで守ろうと意思見せろよ。ごめん、千尋さん。また来んの幽霊。はっ。まだ。うつむくのは早いわ、なるほどくん。久々に出したな。嬉しい。顔を上げてもう一度よく見るのよ。最後まで諦めちゃダメ。どんだけ千尋さんにおんぶに抱っこなのお前。大体千尋パワーじゃん。それでは今度こそ判決を言い渡します。いやい、はっ、来た。裁判長、お待ちください。なんですか、みんなして判決を邪魔して。ちょっと後にしてもらえませんかな。いや、それじゃ遅いですから。最後に提出されたこの写真、もう一度見てください。この証拠品だけはまだ十分な議論をしていない。すると貴様はこの写真何か問題がある、そう主張するのか。え、考えるのは後でいい。そう、問題があります。今は前に進むんだ。ここまで来た以上、全ての議論は尽くされるべきです。それでは弁護人、示していただきましょう。いや、見せて、証拠品見せてよ、ちょっと。もう、証拠品がさ、持ってないんだって、これ。おい、待ってよ。怪しいけど、これも怪しいけどさ。何これ、てか、これ何これ。水じゃなくないこれだって。でもこれじゃなくないでもこれ。でも血の付き方合ってるしな、ここ。靴下も別に問題ないし。まあ、靴脱いでることは別にそこまで問題でもないもんな。左胸だったよ確かな。どうなってんのこれ。ここどうなってんのか気になるけど。いや俺はもう情報知らないもん。開けねえかな。ここ怪しいけどな。ここ怪しいよな。なんかな。絶対違うでしょ。絶対違うじゃん。絶対違うもん、雰囲気が。雰囲気違うもんだって。教えて、お前覚えてんだよ、お前の情報なんか。教えてもう一回。違うな、これ、ひらがな言うだけだもんな。証拠品見てからにしてよ、そういうの。いきなりわけわかんなくさ、指定しろみたいに言われてもさ、わかんないよ。アーテリティン選手ナイフ。まあ。他はでもないよな、多分。血の付き方別にあったしな。まあこれもまあ別に、そんなでもないよな。これでも絶対失敗でしょ。合ってそう、合ってそうじゃないこれ。これは
車のマフラーから何か覗いてるじゃないか。やっぱそうでしょ、やっぱり。やっぱそうっしょ。ちょっと待ちなさい、満塁刑事。なんだろうか。今マフラーと言いましたかな。この写真に襟巻きは写っていないようですが。マフラーとは車やオートバイの部品だ。排気用のパイプと覚えておけば恥はかかない。なるほど、確かに。何あれ、スカーフかな。あれマフラーから何か怪しい布切れが覗いているようです。だからなんだというのさ。そんなちっぽけな布切れ、事件とは無関係に決まってる。お前の声ブレるわ。残念ながらお京さん、そうはいきません。実はあなたはすでに証言しているんですよ。マフラーの中の布切れが事件に関係があるという可能性について。なんだって。それでは弁護人の考えを伺いましょう。布切れが事件に関係すると考えられる根拠は何？根拠は何よ。知らんよそんな。布切れ？知らんよそんな。あんな布切れ、布切れが事件に関係すると考えられる根拠？でもあなたはもうすでに証言しているんですってことは、あの人が提示した証拠でしょ多分。って考えると、あら、あれ、これまさか、あれ。でもこれ違うんだよな。これじゃないよな。とりあえず携帯行ってみるか。携帯が多分一番いいもんな。ただ京香さんが言ったかどうかは別として、あ、京香さんがあれか、情報足したか、これ確か。おいおい京香さん、あなた忘れてませんか、これを。お京さん、思い出してください。あなた自身の証言です。そう、逮捕の瞬間彼女はマフラーのことを口走ったの。それで先ほどの証言で勘違いしてしまったのでしょう。マフラー、ああ、あなたが聞いたというマフラーの一言、この排気用パイプのことだったのではないでしょうか。もしそうならば、その抜けれこそは重要な証拠物件になるのです。キャー、え、あ、捜査パーツだな。とあら本法廷は中断せざるを得ないようです。中断。あの抜けれに意味があるのか、私自身は疑わしく思います。しかし、すべての疑問は明らかにされなければならない。至急現場の車を調査して、その布切れを提出するように。判決はそれからです。よろしいですね。やむを得まい。なんとか、しのいだみたいだな。この場は。それでは、これより30分間の休憩に入ります。そろそろお昼ご飯の時間ですしね。まだ食べるのかよ。30分でも調べられなくないですか。休憩すんの。いや、これどうしようかな。一回保存せずに行こうか。じゃ時間バレるからさ。うっかりしてたわ。午前11時56分被告人第2控室。なるほどさ。何？いつもこんな調子なんですか？なんていうか、見上げたら頭上5センチのとこに巨大なペンチが落ちてきていた。そんな許せない手遅れっぽい感じ。まあそうだね。今日落ちてきたのはペンチじゃなくて巨大なベンチだったけど。と
ところで、ともえさんは？なんだか裁判長さんの部屋に呼ばれたみたいです。ああ、多分あの布切れのことかな。さあ、ここから奇跡の大逆転が始まるわけですよね。あの一見どうしようもないちっぽけで些細な布切れから、正直なところ自分の存在があの布切れみたいな気分だよ。ヘイカーボーイ来た。牛ってやつは赤い布切れを見ると元気になる。俺はそう聞かされて大きくなったものだけどな。サイモンさん気になったからね、来てみたさ。どうやら遅れちまったようだよ。相変わらずの限界態勢でね、巡査が抜け出すのも一苦労さ。そういえば何かあったんですか？昨日から様子が変ですよね、警察の人たち。人の心配をしている場合じゃないだろ、カウボーイ。石鹸さんの赤いマフラーの巻き方でも考えておくことさ。あの、ザイモンさん、マフラーは襟巻きのことじゃなかったんですよ。お姉ちゃん、あの時はマフラーをしていませんでしたから。へえ、そうなのかい。そいつはおかしいな。ん？彼女の細い首にはいつも赤い風がそよぶいてるのさ。俺は見たよ、あの日も。彼女の首に赤いマフラーを。え？あの日の午後の式典でね、ミツルギのやつも見ているはずさ。でも。じゃあ、布切れもマフラーじゃねえの？現場で撮影された写真ではマフラーは消えている。お清さん、見間違いじゃなかったんだ。さあ、そろそろ時間だね。知恵を絞るより乳を絞れ。荒くれ野郎どもの言葉さ。考えだってどうにもならない。答えは時が絞り出すさ。なんだか嫌な予感がする。一体今度は何が落ちてくるんでしょうね。巨大な牛なら俺がさばいてステーキ弁当にしてやるさ。なんか操作パートないんだ。それでは診療再開。なんだか裁判長検事席の方を見て固まってるけど、お腹壊した？もしかしてどうされたのですかな、密類検事。顔が真っ青で唇が紫、額の油汗、眉間のシワにその歯に激しいブルブル震えた上涙目。さらにその目は焦点があっておらず全身。ありえぬ、こんなことか。何かあったのかな、三つるぎ検事さん。いや、気にしろよ。それでは気にせず続けたいと思います。あれじゃない、腹壊したじゃないの。バカな、許されることではない。ふむ、すっかり放心状態ですな。あ、ちょっといいかな、みんな。ん？どなたですかな。誰？なんだこのおじさん。妙に暑苦しいオーラが法廷中に乱反射しているような。あのおじさんが現れてから室温が3度上がりました。一体何者なんだ。三つ木、これを見て言ったのかな。あなたは誰？ああ、どうも、いや、道が混んでさ、超遅くなっちゃった。ごめんね、ほんと。いや、久しぶり、長さん。最近どう？泳いでる？はあ、その節はどうも。最近は忙しくて。あ、ダメよ、長さん。暇はさ、作るもんだよ、これ。ああ、全く、恥ずかしい。ほっほー。長さんって裁判長のことかな。恐ろしいことにどうやらそうみたいだね。あの、すいません、あなたは。ああ、君が、なるほどじゃん。弁護士の噂聞いてるよ。え、ああ、どうも。なんかごめんね、ほんと。うちの三つるぎちゃん迷惑かけてさ。
コンさ、今度どうこれ、泳ぎに行こうよみんなでさ。みつるぎちゃん、こら弁護人、あた地方警察局長の顔も知らないですか。警察局長、この辺の警察で一番偉い人です。これフリーズ、何これ、こフリーズすんだけど、見つめてくんだけど。あ、ガンとカイジ、よろしくよろしくねみんな。それで今日は一体どうしたんですかな。あたしが法廷にお出ましなど2年ぶりではないですか。いやほら、みつるぎちゃんったらさ、あんな感じじゃない。だからね、とりあえず僕持ってきたわけ、こいつをね。あ、それは姉ちゃんのマフラー。やっぱりお京さんの見間違いじゃなかったんだ。マフラーかそれ。マフラーってそんな細くないだろう。細いってなんていうの、もっとね、もっとモフってしない、モフって。それにしてもさ、みつるぎちゃんの車の排気パイプにね、しかもその中にこんなものが包まれてるなんてさ、何この無の時間は。お前いつもそれなんだよ、この静止画見せられちゃうんだけど、毎回ほんと困っちゃうんだ。うちとしてもさ、何ですかそれは。飛び出しナイフかな、ほんとどうなってるんだろう。どうしようか、一旦切ろうかな。今切ればあれじゃん、次やっても分かるからさ、話の流れが。ちょ、ここで一旦切るか。うん、じゃあ終わるわ。じゃあ、あだした。